質界面科学講座という、三研究室からなるですね、その講座についての説明を、私、岡山がさせていただきます。まず、一つ目の研究室が、竹谷岩本研究室という研究室になります。こちらは、最終的には有機半導体を用いたプリンテッドフレキシブルエクトリクスを開発しましょう。そういう、グループになります。その中で基本的に3つの、アプローチがありまして、1つは、有機半導体ですから、ケミストリーですね、有機合成、この化学、ケミストリーとしての研究をしましょうというグループがあります。そして、半導体ですので、その半導体の有機半導体のフィジックス、物性研究をしましょうというグループが。で加えて、これらの成果をもとにですね、アプリケーション、その先進的な高性能有機デバイスの開発、そのアプリケーションにフォーカスした、その3つのグループからなっているというのが、竹谷岩本研究室の特徴になっています。で、科学の方ですが、基本的に、有機半導体としてちゃんと機能するために、どういう分子デザインが必要かということを、極めて有機化学的にですね、研究しているというグループ。で、その中で必要な、材料の熱安定性の評価であったり、あるいはその塗布法ですね、塗布結晶化による単結晶化の熱安定性といった、基本的にその有機化学をベースにした、研究を、推進しているということになります。で、その物理のグループというのは、そのできてきた物質について、例えば、極限環境物性の計測をする。超電物着を用いたホール効果測定、あるいはダイヤモンドセールを用いた超高圧化での測定といった、計測です。それから分子構造に基づいて、半導体結晶のバンド計算を行うといった、理論計算による物性予測、それからスピントーク計測ということで、スピンの観点から見るキャリアの伝導について、これ物理的なアプローチで理解しましょうと進めております。で、科学によって物質ができて、物理によって、その特性が理解できたら、デバイスというところで、先進的な高性能有機デバイスの開発を行うということです。で、エッジキャスト法といったですね、こういう、どのようにそのデバイスを実際精密するかといったような、特殊精密技術開発というものであるとか、新規デバイスの構造ですね、本当に、フレキシブルデバイスを作るためのどういった構造が必要かといった構造の研究で、それから有機膜電極のパターニング技術といったそういうプロセス技術開発といったことも行いまして、最終的に、これが、実際ディスプレイだそうですが、そういうフレキシブルなディスプレイというものを実現しているというような、研究を行っているグループになります。続きまして、2つ目の研究室が、表面科学の研究室であります、河井高木研究室の紹介をいたします。基本的には低次元物質の科学を開拓し、次世代デバイスの、実例を確立するということで、キーワードとしては単分子化学、それからナノマテリアル、それから表面物性、この3つのキーワードで、研究を進めている、具体的に何やってるかというのは、こういった、書類なんですが、これを後で少しだけ紹介したいと思います。研究手法は基本的に造形顕微鏡、それから操作トンネル顕微鏡、STM、原子管力顕微鏡といったような造形顕微鏡が、主な、測定手法で、それに加えて光電子分光、それから理論計算という形で、研究をする。で特に、この研究室では、STM を、主力の結束技術として使っているんですが、STM というのは関心と、その基板との間にですね、電磁差をかけてその間に流れるトンネル電流という電流を、一定に保ってですね、表面の構造を見るというのが、まず第一の使い方なんですが、例えば金とかコバルト、こういった、表面の構造を見ますというのが、まずはこの STM になります。
ただ、STM というのは、電子が流れていますので、この表面の構造だけではなくて、それ以外にさまざまな、電子状態、あるいは振動コノン、こういったデマグレス、こういったことをですね、やはりプローブできる能力があるということで、さまざまな研究を展開しています。例えば、物質の表面の形を見るのではなくて波動関数を見るといったような、取り組みをしまして、例えばこういうステップ状の、金の表面ですね、788という表面はこうステップ状になっているんですが、そうしますと、電子が、このエッジからエッジの間に閉じ込められる形になりますので、よく、ご存知だと思いますが、こういう色型のポテンシャルに閉じ込められた中での波動関数といったことで、N が1、2、3、こう濃度が様々に分裂してくる。で、それを STM で見ると実際にこういう濃度がちゃんと、遠くまで見えますよといったような非常に基礎的で興味深い、研究をしています。で、それから、STM というのは電子を入れたり出したりということができますので、その電子の出し入れによって化学反応を起こすといったような研究もしています。例えば、これが武点でこういう形で普通は見えるんですが、ここに、電子を注入すると形がこういうふうに変わりまして、こっちの B の方、 T の形をしていたものが、注入によって B と同じで、これを分光的に調べると武点が二次元に変わったということで、分子に、STM の単子化電子を与えて、化学反応を起こすということに成功したという、それから、分子一個一個を自在に動かすということで、ここに、分子をですね、うまくトラップして動かしてやると、自由に、操作できるといったようなデモンストレーションになっています。で、それによって、分子で、字が書けるといったような、面白い研究も進んでいます。で、最近は、ナノマテリアの 探索ということで、グラフェンというのは多くの方が研究してよく知られていると思うんですが、そのグラフェンのシリコン版であるシリセン、あるいはグラフェンナノ、ナノリボンといったような、そういった、ナノマテリアルを、研究しているというのもこの研究室の特徴です。それから、表面の磁性次元物性ということで、基板上の、磁性を持ったナノドットの、計測というのを行ってまして、特に、強磁場下においてゼーマン分裂するということを確認したということになります。続いて最後になりますが、私の所属してます、伊藤横山研究室ですけれども、こちらでは基本的にソフトマテリアル、あるいはソフトマターですね、柔らかい物質についての物理の科学をやっている研究室になります。で、伊藤教授と、私横山で、運営をしていますけれども、特に伊藤先生の方が、中心になっているのが超分子という、物質になります。超分子の自己組織化というのはよく知られているんですが、超分子というのは、複数の分子がですね、共有結合や金属結合、そういう結合ではなくて、何らかの形で相互作用する。で、それが例えばこういうインフュージョンコンプレックスですが、缶の中に物質が入るといったような相互作用、あるいは缶と缶が、こういう形ですね、絡み合うといったような相互作用、それに、付随してもらいますが、缶とこうダンベル状のものが入り込んでお互いに出れない状態、こういうのをロタキサンというんですけれども、そのロタキサンの中でも特にこの膨張の部分が非常に長いポリマーであるものは、ポリマーのそのチェーンの外側をリングがたくさん覆っているというポリロタキサンというんですが、こういうものについて、特に、注目して研究を行ってきています。で、例えばこういうシクロデキストリンという環状の物質があるんですが、これがリニア線状のポリエチレングリコールというポリマーと、包摂錯体を作って、こういういわゆるポリロタキサンというのができるということがよく知られています。で、これを缶が抜けないようにブロックしてやると、これがポリロタキサンという物質なんですけども、このポリロタキサンの環状の分子同士を架橋してやると、架橋した部分がこういう滑車のような形になります。で、そうするとこう架橋物がですね、滑車によって結ばれた、スライドリングマテリアルといったような非常に面白い特性の出る物質であるということを発見しまして、
それをもとに大学ベンチャーというのを立ち上げて、今応用研究を進めているところです。でこの ASM というのは実は柏キャンパスのすぐ隣にありまして、そこでさまざまな応用を進めていて、まもなく日産自動車 のコーティングとして使われるということが。私の方がやっているのは自己組織化するソフトマターで、特にブロックポリマーと呼ばれる2つのポリマーが結合した、ポリマーですね。でこういうものは赤と青でお互いに混ざり合わないときには、そのドメインの構造がさまざまに、球とかシリンダーとかジャイロイドと呼ばれるネットワーク構造とかラグラとか、まあ、こういった多くの構造を取るということが知られています。で、こういう構造がどういう構造ができるかということも興味深いんですが、最近取り組んでいるのはこういった構造を鋳型にして、その一部分を例えば空港に変換するといったようなことに取り組んでいます。でそうしますと、まあ、球状のこういう構造ができていて、それを何らかの形で空港に変換できると、この大きさですね、数十ナノメーターぐらいなので、一般的には作るのは難しい数十ナノメーターぐらいの、こういう多孔構造が、できるということになっています。で、まあ、これが我々の一等横山研究室の研究内容です。で、以上の3研究室についてですね、もしいろいろ聞きたいことがあれば、最初の2研究室は私の説明では十分ではないかもしれませんので、ぜひ柏キャンパスの方に来てですね、